パスカル先生遅いね。うん。オーケー、僕が代わりに授業を。とりあえず職員室に行ってみようよ。失礼します。何なのここ。まるで別の星みたい。どうせパスカルの悪い冗談さ。一旦外へ出て。おい、ドアが消えたぞ。どういうこと。立花さん、どうしてここに。知るかよ、保健室のドア開けたら。こうなったら仕方ない。年間予算256億円、隊員総数約1200名の金森家専属レスキュー隊を。電池切れかよ。見て、またワンダフォー専属レスキュー隊だ。あわわわ、佐野くん、すみません、トイレのドアを開けたつもりだったんですが漏れちゃいます。ロボなのに。ロボなのに。この金森スティーブを吹っ飛ばすとは。また消えやがったか。またって。ドアを通ってこっちの世界に来れるんなら帰ることもできるはずだ。なるほど。立花さん頭いいです。不良なのに。不良なのに。おい、さっさと消えないドアを探しに行くぞ。待ってくれ。行けども行けども何もないよ。本当にここどこなの。おーい、みんな。あれって岩田くん。のんきに手を振りやがって。仲間が増えると少し安心しますね。岩田くんだけどね。岩田くんだけどね。あいつ誰だっけ。後ろにいるのはパスカル先生。よかった、先生ならきっとこの状況って。おぉ、岩田くんが。岩田くん何しに来たの。さ、逃げるぞ。逃げるってどこへ。あそこだ。これって私たちの学校。 Oh no！ 待てよ、ここが学校ならもしかして。そうよ、来た時みたいに職員室のドアを通れば。来たぜ。皆さん、ここは僕に任せて早く職員室へ。短い間でしたけど、皆さんと一緒に授業を受けられて楽しかったです。北野くん。よし、ここは頼んだぜ。けどあいつの思いを無駄にするんじゃねえよ。わかった。リミッター解除、反応の最大出力、マキシマムパワー。皆さん、僕のことを忘れないで。北野くん、あなたのことは絶対に忘れない。こっちだ。職員室まで一気に駆け抜けるぞ。こいつら何匹いるの。行け、あのムカつき先行をボコボコにしてやるぜ。けど数が多すぎるよ。ほっとけ、俺みたいな不良、何があっても悲しむ人間なんていないさ。
そんな、ほら立花さん、今のうちだ、隼人くん、うりゃもうすぐだ、次を曲がれば、どう、こんなところにまで、ノープロブレム、スティーブ君、僕にはまだあの力が残っている、スティーブ君、お前たちスーパースティーブが相手するぞ、そうか、スーパースティーブなら、さあここは僕に任せたまえ、スーパースーパースやつら、スティーブ君の落としたお金に夢中になってる、チカちゃん、無事に元の世界に戻れたら、ハヤト君、昨日の宿題見せて、行くよ、ここはパスカワールド、冒険を目指す果てしない旅の先に勇者たちが見るものは栄光か、それとも旅を続けるクールパスカルビクトリーの前にデーモンパスカルダークが姿を見せた、果たしてその目的は何か、大変ですよ、この記事ご覧になりました、なんだと、いやー驚きましたね、まさかヒーローパスカルさんがビクトリー2になっちゃうなんて、おのれ、ヒーローパスカルが憎い、クールパスカルビクトリーよ、お前の妬み恨みひがみなどのマイナス感情がお前の中の闇を呼び覚ましてゆく、その炎が燃え上がる、クールパスカルビクトリーよ、今日からお前は闇の使い手として生きるがよい、クールパスカルダーク、なんか違いますね、何やだ、まだまだ悪に染まりきってないっていうか、何、ではどうすればいいのだ、実践あるのみです、これが本当に悪なのか、すっごい悪ですよ、ありがとうございました、罪もない買い物客がいますよ、さらなる悪に染まるためにまずあいつにイチャモンつけてみましょう、おい、ああ何ガン見してんだ、おめえどこ中だよ、いいですよ今の、そうか、よし、じゃあ次は意味もなく舌打ちするぞ、チッチッチッ、いいですね、それじゃあ私も、かくして恐ろしいまでの悪に染まったクールパスカルダーク、明日は君の町のコンビニ前にいるかもしれない、いるわけないだろ、続く、次の授業は、はあ、たまにはこうして庶民の暮らしを味わうのもいいもんだね、あなたは無知だ、何も知らない、 What? この声はパスカル、どこだ、どこにいる、ここですよ、オーマイガー、おいパスカルいたい、ということで先人たちの知恵、イニシーのお言葉を学ぶのです、なに、なんなんだここは、ありがたいお言葉の時間です、もちろん読めますよね、ふん、これくらい、本当ですか、
さあさあさあ、どうしました？どうぞどうぞ。って読めるわけないだろ。空き缶はクズカゴに。はあ？空き缶はクズカゴにと書かれているのです。空き缶はクズカゴに。ふざけるな。だいたいヒエログリフの時代に空き缶なんて。空き缶はクズカゴに。空き缶はクズカゴに。せ、空き缶はクズカゴ。うるさい。